皆さんこんにちは。私は東都政府首相補佐官兼東都先端物質学研究所所長のマームロゲットクだ。ということで、サムネやタイトルにもある通り、今日はガンバレージングカードです。上決、はい、そんなわけで50枚カード配置してきましたので見ていきましょう。まずは仮面ライダーキバのキバフォームだね。バーストさせるとダークネスムーンブレイク。続いては仮面ライダークローズだね、初登場。こちらはレアですね。バーストさせるとビートクローザーアタック。続いて仮面ライダー勇気のサバイブですね。バーストさせるとドラゴンファイアーストーム。続いて仮面ライダーナイトサバイブ。バーストさせると漆黒連山。続いて仮面ライダースペクター。バーストさせるとオメガドライブ。仮面ライダー龍源武道アームズ。バーストさせると龍弾乱れ打ち。仮面ライダーアマゾン。バーストさせると大切弾。あ、仮面ライダー龍源武道アームズはいきなり被ったね。仮面ライダースーパーワン。バーストさせるとスーパーキック。続いてブラッドスターク、こちらレア出ました。バーストさせるとコブラスタークブレイクエッジ。ビルドキードラゴンフォーム。バーストさせるとキードラゴンフィニッシュ。続いてビルドラビットタンクフォームですね。これはレアです。バーストさせるとボルテックビルダーブレイク。仮面ライダークローズはかぶったね。仮面ライダーアクセル。バーストさせるとエースラッシャースカイライダー。バーストさせるとスカイダブルキック。ビルドライオンクリーナーフォーム、こちらもレアですね。バーストさせるとボルテックフィニッシュ HS ナイトローグ、これはノーマルかな。バーストさせるとバッドローグブレイクエッジ。仮面ライダーゼクロス。バーストさせるとゼクロスキック。はい、仮面ライダー J 来ました。こちらスーパーレアだね。バーストさせるとジャンボライダーキック。仮面ライダー王者。バーストさせるとベノクラッシュ。仮面ライダークローズ、これはノーマルですね。バーストさせるとビートクローザーアタック。仮面ライダーストロンガー。バーストさせるとストロングキック。はい、白い魔法使いだね。これはレアですね。バーストさせるとエクスプロージョンバースト。仮面ライダーブレイブファンタジーゲームはレベル50で、バーストさせるとレガシーゲームはレベル100でゴッドレイバニッシュメント。こちらはスーパーレア、すごい金キラキンだけどスーパーレアでね。仮面ライダーイクサバーストモード。バーストさせるとイクサジャッジメント。仮面ライダーウィザードフレームドラゴン。バーストさせるとドラゴンブレス。仮面ライダーレーザーターボバイクゲーマーレベル0。バーストさせるとクリティカルプロトドライブ。白い魔法使いかぶりました。仮面ライダーナイトサバイブかぶった。仮面ライダーフーマ忍者ゲーマー。バーストさせるとクリティカル忍びタクティクス。ビルドキードラゴンフォームはかぶったね。残月メロンアームズ。バーストさせると無双エンジン。仮面ライダーストロンガーかぶった。仮面ライダーマッハー。バーストさせるとデッドヒートマッハ。ビルドライオンクリーナフォームもかぶったね。ブレイブファンタジーゲーマーもかぶった。ナイトローグノーマルもかぶった。お、来た、来ました、レジェンドレア仮面ライダービルドライオンクリーナフォーム。うーわー、すげーキランキラン。バーストさせるとライオンクリーナーボルテックフィニッシュ。これはキャンペーンだね。仮面ライダーガンのオレンジアームズ花道オンステージ。バーストさせると変身空からオレンジこれ第1話のタイトルだね。はい、仮面ライダークローズのノーマルですね。かぶった。仮面ライダーダークカブトライダーフォーム。バーストさせるとライダーキック。お、仮面ライダービルド海賊列車フォームだね。これはノーマルです。バーストさせると快速発射スラッシュ。仮面ライダースーパーワンかぶったね。おー、これはスーパーレアか。ナイトローグ、これはすごいキンキラキンだけどスーパーレアですね。バーストさせるとエレキスチン。仮面ライダーダークカブトはかぶった。レザーターボかぶった。ブレイブかぶった。勇気サバイブもかぶった。おーっと、これもスーパーレアか。仮面ライダーゼロのアルタイルフォーム、これいいね、いいね、かっこいい。バーストさせるとゼロのスベガフォームになるね。最後に仮面ライダーバーストプロトタイプ伊達ですね。バーストさせるとブレストキャノン。ということで今回は仮面ライダーガンバーライジングボトルマッチ2弾を50枚排出してきました。レジェンドレアが出てよかったかなという感じだな。
あとはキャンペーンカードのガインもなかなか気に入っています。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライブお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。それと皆さんにもう一つお詫びがあります。相変わらず似ていなくてごめんなさい。ということで今回は以上でございます。バイバイ。